Morning, folks. This is Gil Van Nile, Yokohama City, Japan. The Yokohama Daily Conversations again to you. April the 24th, 2023, Monday morning. Five thirty-seven a.m. おはようございます。お水入れてきました。8割ぐらい。8割ぐらい入れてきました。4、5回お水入れて、ジャッと、ね。電気ケトル PO360 株式会社ゾリテック23C メイドインチャイナ。早速電気入れて、ここにね、ここにベロがあってオンオフになってますから、やってみます。動くかな。チャイナタウン、この街の行けはお前との思い出が風のように。やってますね。電源を入れます。あのレコードはもう、これでいいかね、これでいいかね。でこれをまあ、ここにオンオフがありますから、これをカチッとやってみますよ、ね。お湯が沸くかね。あーぶくだったにたったね。もしこれでお湯が沸けば、今日から妹のね水筒でお湯もらってこなくても、あったかい。あ、ご飯セットすんの忘れた。ちきしょ、ご飯セットすんの忘れた。ご飯はね、これね、大丈夫か、これ象印のね、なんていうの、品番かね、よくわかんない象印。これね、退院した時、2019年のね5月に退院した時さ、これをもらったわけ、お母ちゃんので。お母ちゃんは新しいのを買ったわけね。象印のね、これすごくいいよ。お母ちゃんがすでに10年ぐらい使ったのかな。それをもらって、さらに9、10、11、12、13か、4年だ。もう買って14年ぐらい経ってるはず。象印 NSLF05 NS どこだっけ、ここだ、ここに書いてあります。 NS 確かね1万円ちょっとだったと思うんだよね。妹にさね、退院した時に、入院中にさ、主治医にね、執刀医がおっしゃったわけ。あなたはね、あなたみたいにアレルギーのない人はね珍しいよと。で、あ、じゃあ何食ってもいいんだっていうことで米を食い始めたわけ。それまではねヨーグルトだけで生きてたの。何食っても体が痛くてさ。で結局、いやこれカシャカシャうるさいねあ、何分ぐらいで沸くのかね。あったかくなってきた。うん、あったかい、あったかいっていうよね。気温もそうだしさ、人情もあったかいのがいいよね。俺あったかいかなあったかくねえと思うよ俺はあんまりあったかくないと思う。じゃあギターでもやってお湯が沸くまで待ちましょうかね。これをちょっと戻しますね。下を置いとこうか。
何でもポイになっちゃうからね、広いから。この広い、森山良子さんの花早く、あのやつだよ、ガーガーガーってか。もうちょっとこっちやろうかね、これ、ね、いつか湧くんでしょ、ピーっていうのがね、ガーっていうのがね、コラーっていうのがね、ちょうど見えないね、これね。こうやろうかね。これでいいかね。何分でお湯沸くのかね、8割ぐらい入れてたんだけど、800cc かね。そしたらさ、これにね、これをさ、どれこれをさ、わかめとさ、しじみ、ね、8袋79円、オーケストア、やかましいこれ何言ったかね、今日は早く開いて。悲しみばっかり数えて日々は過ぎてゆく。ゴーッつってきて湧いてきた。ゴー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 午後行ってます。午後午後風が泣いて午後は8分21秒8分21、3秒、ね、あ、午後行ってます。風が泣いて午後が染まるその若い少女がエレベーターに泣いて乗り込む。地方の親のすねをかじって彼と一緒に住んでた子さ。豪華な部屋がお待ちしてます。虹の魚ね、虹のような魚の影、君が指さす。もうこの時点で言えないもんね。枯葉越しに山の道をたどって行けば水の音が涼しそうと背伸びする君、そこの石が透ける水に見て浸せば
虹のような魚の影、君が指さす虹ますよ、顔さかのぼり虹ますよ、身をものをからえほとばしる命を見せてくれるのか。青春とは時の流れ、激しい流れ、打ちのめされ、傷ついても生きるしかない。でいいんだっけ？違うね、もう間違えちゃった。忘れちゃいました。打ちのめされやって、苦しくても苦しくても生きれても泳ぐしかない。虹の魚、吉田拓郎。相変わらずできません。あ、音が静かになったよ。グツグツ言ってる。犬が出てる。もう熱湯だね。あ、切れた、切れた、カチンって。ほら、これ切れました。お湯沸いたんだよ。都合12分、10分ぐらいで、12分25秒。10分ぐらいで沸くってことだね。商品説明は終わりました。湯気も出てます。電気も自然に切れました。味噌汁、あったかいの、今日から飲めます。いつでも。ね。ね。丸米、料亭の味、わかめ。あっさり新締めわかめね。あ、これ12食って書いてあるよ。これ12食って書いてある。あ、わかめ12食で79円。いや、これが一番いいね。でも私はあさりとしじみが大好き、ね、美味しいよこれ。すごい美味しい。はい、おやこめんで言う。あの、海外からお見えになった若者の皆さん、あの、OK ストアのね、近辺にお住みになることをお勧めしますよ。あの、食品が、あの、安くて、あの、美味しくて、ね。OK ストアのキャッチコピーや、コピーは、Everybody, low price, high quality, with no doubt.はい、ギャランティーイッ、ね、あの、海外からお見えになったらね、あの、オーケストアのご近所に住んでください。食費がね、うーんと安く済みます。しかも良質で美味しくて量があって文句なしですよ。あの、横浜のこの辺と、あのね、川崎大師の横丁にもありますね。あの、お母ちゃんがね、あの、寝たきりになる前、もうちょっと前かね、4、5年前かね、あの、竹安さんっていうさ、あの、縁起物を作ってくれるね、あの、職人さんがお亡くなりになってさ、で、その竹安さんが作ってた縁起物が残ってるうちは、奥さんが来て売ってたんだよね。うん、売ってくれてたの。で、最後のをもらって、奥さんからもらってね、で、お別れ行ってさ、ありがとうございますって。もうそれから十数年が過ぎたもんね。お母ちゃんが寝たきりやって8年ぐらいでしょ。俺の寝たきりが 9年じゃん。もう寝たきりじゃないよ。なんか今日はね、一番チューニングがきちっとできてる感じ。で、そういうことで、お芋を沸いたことで、あの、わかめを飲めちゃうかね。俺はね、アサリ。一番好きなのはね、体にいいのはシジミなんだろうけど、アサリが一番好きだね。うん。あっさりシジミってか。じゃあ、そういうことで、これを、今、これなんかね、
何時今 What time is it now? 5時53分、ね、2023年4月24日月曜日、あ、今日ゴミ出ししないとね、5時53分、ね、はい、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか、ね、お湯沸きまして、あちち、熱い、お湯が沸きましたよ、熱いです、手突っ込んだら確実に焼けさせるほど、あちち、2480円、今日値段確認したらね2224円だかなんだかだったからショック。でもね、もうさ定価で買っちゃったね、そう、でも もちろんさね、割引してくんなきゃ定価で買うしかないからね、でも、ショック。でもさ、これ昨日おとといだか届いたんだよね、おとといかな、今日買ったら少なくても明日か明後日に届くわけじゃん、もう今日、今年は冬は終わったよ、もうね、なんだっけプチガソ、あの駒岡の百均でさ、あ、駒岡こういうとこね、あのお湯入れた時ね、ティッシュでこすっちゃうの頭痛なしでしょ、そのぐらいじゃないとね難病に打ち勝てませんよああ僕どうしようなんつってるような嘘ばかりでどうしようもないから、多少のこと何があってもね、あ、そうなの、だからどうしたのって言わないとダメだよ、あなたも難病になった時ね、そうかいね、死んじゃうべきなの、それが唯一の救いだったね、あなたの病気はね、検査の結果これこれこういう病気です、難病指定になってます、でも死んじゃう病気じゃありません、ね、ああそうかいね、ラッキーっていうね、難病でもさ、どんぐらい痛いかっていうとねこの間も言ったでしょ、申し上げたでしょ、大きいバケツに水を半分入れて残り氷をザーッと入れてそこに手を3年ぐらいつけてたような痛みが全身にあるんです、そのぐらい痛いとね、大概の人は泣きますよ。でも俺軽いじゃん。ね。今年の冬はもう終わりましたよ。ね。いつまでやってんの？18分37秒。もう一曲ぐらい歌っちゃおうかね。ね、これ熱湯で、俺猫舌だからさ、熱湯なんか口入れたらさ、あの、大やけどしちゃうからね。何歌うかね。あ、じゃあ。もっぺん、あの、虹の魚ね、虹のような魚の影君が指さす、そこしくらなきゃね、おおむね行くんだよ、でも最後のさ、あの、なんだっけ、苦しくても生きれても泳ぐしかないっていうとこがさ、そこしくんだきゃね、1番と2番はね間違える以前に、その出だしのさ、虹のような魚の影君が指さす、そこができないんだよね、2回しか聞いたことなくて、あの歌詞はメロディーをすぐ覚えちゃうじゃん、覚えない、じゃあ耳コピー無理だよ、無理、ほいでさ、あのね、四六時中歌詞をさ、あ、こうだったよな、こうだったよな、で、二度目に聞いたときに、あ、違う違う、こうだって覚えたときに、虹のような魚の影、君が指さすを、ね、魚たちの荒き身をもが、揺らめく、あ、きらめくとかって覚えちゃったわけ。それでずーっと歌ってたわけ。ね。そんで、妹がさ、お兄ちゃん、ただ寝てるだけじゃつまんないでしょつって、この iPad をください。これじゃないよ。あの、ちっちゃいやつね。これが今、3代目。でさ、もうデータいっぱいじゃん、それと、これがね、2021年モデルがね、安くなってたの。で、ずっと、その何、木こり用にさ、木こりの動画撮る用にさ、これを
ずっと見てたので、7万何千円だったので、と思ってたわけ。さらそれがさ、なんかそのタイムセールっていうの6万8000円ぐらいだったんでね、買っちゃったの。だいぶ前に、うん、だから山へ聞こえり行くときはさ、この設定、このね、このこれいいっすよ、お湯が開いたから。ただこの変な匂いがするっていうのは書いてなかったし、あ、ちょっと匂い噛んでもよくはない。枯葉の日に山の道をたどって行けば、匂いしない。あ、それは多少ね、プラスチックの匂いがするよ。でもケミカル臭とかはない。ケミカル臭はない。多少セルロイドっていうの、プラスチックの匂いっていうのはします。うん、あ、そうそう、このね、このさ、アマゾンベーシックの、三脚、2000、いくらだっけ ?2400 だっけ、2480円。これいいですよ。すごい軽い。なんか500何十グラム、600グラムないから。ね。ね、K&F とかいうのはさ、なんか2割引きだか3割引きで、7000円しなかったんだよ。6000何百円。で、それ買ったんだけど、重くてさ、この実装がね、トラベル用の篠島にさ、持ってったんだけど、多分2キロ500ぐらいあると思う。で、その K&F っていうのは2キロぐらいかね。もう無理だよ。1.5 キロでも無理。うん、23分1秒。うん、それでこれをね、評価が良くて買ったわけ。素晴らしいよ、あんた。素晴らしい。文句ない。文句ない。で、いじるネジがね、これとこれと2個あんので、これがなんだかよくわかんない。で、これもなんだかよくわかんない。でも役に立ちます。軽い、うん、でね、120センチって商品説明にあったけどさ、なんかもうちょっとあるような気がするよ、これ。ここにさ、溝が切ってあってさ、これはぐるぐる回んないの。うん。で、こっちね、こっちさ、どこだっけ、どれやんの。これがさ、慣れるまでは大変だよ。あ、これかな、これかな。これが硬い。皆さんはね、こういうのは何でもなく回るかしんないけどね、握力ね、4とか5で、こういうのできないよ、うん。で、ここもさ、ここもね、なんていうの、両側にさ、この溝が切ってあるわけ。だから、こう、ぐるぐる回っちゃわないってことなんだよね。うん。それでさ、これ、120って言うけど、結構あるよ。135ぐらいあるように思う。矢引きぐらいあるもん。矢引きって何ですか、辞書で選べちゃうぜ。うん。135cm。私こうやってやるとね、180ぐらいある。身長は170。もう、5センチ縮まってんと思うから、165センチでね、テナガザル系。ね。これ、グリマーの 4L。これ、グリマーの 7L。400円。ね。半額以下。400円。あ、これね、120センチって書いてたんけどね、とてもじゃないけど、120センチばかりじゃないよ。矢引きあるもん。135ぐらいあるよ。文句ない。で、ここへさ、これ、こっちか。これが回んねえんだよ。本当に。冗談じゃなくて。こうかね。うん。こうでいいんだよね。で、これで染めて、これはロックがない、硬いね。で、これが、この、
これがこのなんだっけ、この三脚のネジがさ、ぐるぐる回るんだよ。だから設定するときはこれで固定して、設定し終わったらこういうふうにやると、このぐるぐるこう360度回りやすいってことなんだろうね。うん、これいいよ、軽いもん。570グラムだから、600グラムないんだからね。 1.5 キロの三脚を持っていくことを思えば、これが570グラムだから、およそ1キロぐらい余分に物を持っていかれるわけよね。でさ、これならさ電車乗る、あ、何段出るのこれ、1、2、3段出るんだよね。で、1つがさ25センチぐらいあるから、単純に4つで1メートルじゃん。で、ここが20センチ、やっぱり120よりもっとあるよね、思うよ。やびきあるもん。これね、端っこがこれでさ、こんなにあるよ、こんなに、こんなにあるよ。120じゃないと思う、135はあると思うよ。測ってみろよ、うん、いかげんなこと言うな。あ、そんな感じがします。うん、そんな感じがします。これ素晴らしいよ、アマゾンベーシック。どうしたの？素晴らしいよ。もうその道具にね、慣れればさ、あ、これ便利になるよ。慣れるまではさ、ちょっとね、どのボタンがどれだかわかんないけど、こんなもん。これ持ってさ、これ刀ボーイね、1900円、17センチ、文句ない。刃渡りがさ17センチあれば、20センチぐらいの杉の木なんか何でもないよ。で、押しながら切っちゃえばいいんだから、20メートルぐらいあったってさね、何、受け口切ってさ、追い口ギリギリやって、押しながら切っちゃえばさ、どうしてもっていうなら、くさび打てばいいじゃん。20メートルのさ、直径20センチの木なんてこれで倒れるよ。甘いこと言ってんな。そうだね、うん、これと、だってなぜならば我が家にね、もちの木、うん、10メートルぐらいあって、直径がこんぐらいでさ、20センチ以上あったよ。それ上から順繰りにさ、こんないいのなかったからね、昔は。あったかもしんないけど、言い間違えてた、過去に。18センチぐらいのノコギリでやりましたって、違う。それじゃ切れないと思って、お母ちゃんが、川崎大師、ね。の、なんだっけ、の、山門に入っていくまでの何、中見世っていうの、その、まで行く、中見世に行くまでの通りの途中にさ、金物屋さんがあって、そこでね、2400円かなんかで、刃渡りがね、24センチぐらいのを買ってくれた。これでジョキジョキやって切ったわけ。登ってってさ、ジョキ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 。お父ちゃんが死んだ後ね、うん、10メートルぐらいになってたからさ。直径20センチ以上の、もちの木。あれ、広葉樹だから。杉みたいに楽勝には切れないよ。硬いから。それ24センチので切ったから。上から順に枝を落として、幹も何回かに切ってね。うん、それを思えば、これで20センチの、この刃渡りが17センチの、セリキーのポケットボーイでね、簡単に切れるよ。簡単に切れる。で、宅地がさ、50メートルはないけど、100坪100坪ぐらいあるからさ、
こっちから向こうへ倒す分に、あるいは向こうからこっち倒しても、20メートルの杉の木がこっち来てもさ、電線にぶつかんないから。うん。で、向こう行ったらどうするの？向こうも空いてるから。こっちはどう空いてんから。こっち空いてる。問題はね、こっちがちょっと、こっちに倒す、道路のこっち倒すと、隣にぶつかっちゃうからね。だからこっち倒れない方向へ、こっちがこっちに倒せばさ、20メートルの杉の木、倒れてきても、もごうもごう、こっちも、どっちも平気だから。こっちだけ気をつけないとね。うん。でも、受け口と追い口をさ、こっちに倒れないようにやれば、大概はこっち倒れんから。うん。何甘いこと言ってんの？だから、持ちの木10メートルのを切りましたから、上から順繰りに落っことしていって。ただ、今回はね、胸の高さぐらいで切るわけだから、こっちに倒れるかもしんないけど、くさびかませば嫌でも向こう行くから。何甘いこと言ってんの？そうだね、やってみようかね、と。これと、これ持ってけば、あとご飯だけでいいんだから。あと、iPad と、でも、これと、これ、ね。これが 150g ぐらい？ 200g ないと思う。これが600g ないんだ。まあ、これは200としている、600として、800じゃん。1キロないんだから。あと iPad 持って、ちょうど1キロぐらいでしょ？ね。あと、オーケストラの、ネバネバチラシをさ、10個ぐらい買って、ね。税込みで330円ぐらいね、弱。ね。で、ネバネバチラシが、まあ、1個150グラムとすんじゃん。ほんと、1.5 キロじゃん。で、これと iPad で1キロじゃん。ほんと、2.5 キロじゃん。これで、これね。これさ。3300円ぐらいだったかな。これがさ、60センチぐらいあるわけ。それでなんか、ここがファスナーになっててさ、ファスナーになってて、どっかにね、あ、持ち手は、あ、ここにほら、ここにさ、持つとこなんだよ。で、これが、あ、でも、2キロはないね。これも1キロぐらいかね。うん。だから、で、これが600グラム弱じゃん。で、これが200グラム弱じゃん。それで、これ全部で1キロぐらいになるじゃん、iPad で。これで撮影と木を切ることができんじゃん。で、あとこれ持ってき、これ持ってって、だこれをラドウェザーの、まあ、大は小を兼ねるからさ、ラドウェザーの、どこ？もうわかんない。あ、60リットルがあるからさ、それにこれ入れて、ネバネバチラシ10個入れて、あと、くさびかね。これ、撮影、これと iPad で1キロ。これが、まあ、1キロとして2キロじゃん。また歌っちゃうか。在日の人、気が狂っちゃうかね。君が、36分だからやめとこうかね。気が狂いません。在日の方も、日本にお住まいだから、日本の国歌、斉唱しちゃいます？口が裂けても歌えません。でさあ、これが、テントが1キロ、撮影と木こりが、三脚が、 iPad が1キロ、2キロじゃん。でラドウェザーに、60リットルに、なんだっけ、ネバネバチラシを10個入れていけば、朝昼晩、朝昼晩、
朝昼晩3日分ぐらいあるじゃん。ほんで2つは食べちゃうもんね、木こりなんかやればさ。とにかくまあ1回5000円だからさ、交通費がね。とさ、1日行ってさ、日帰りで1本切って帰ってきましたじゃ話になんないんだよね。行った日にはまあまずテントを設置してさ、あの倒れるゾーンのね、風向きとさ、その道路からこっち側の人は近いからさ、こっち側の人は結構遠いんだ。うん、で奥も遠いし、こっちも遠いし、こっちも遠い、あ、こっちはちょっと近いっつってたからね。うん、だからこっちじゃなく、こっちじゃない方向の向こうか、そっちかこっちか、こっちに倒せばさ、20メートルあっても OK だから。うん、向こう行ってもこっち行っても OK だからね。シロさんが甘いこと言ってもまず大丈夫な方向に受け口切って追い口やればさ、でその時にね、これこのセットね、これとこれのこれのセットが1キロ、これが1キロね、で2キロじゃん。でネバネバチラシ10個でまあ 1.5 キロじゃん、と 3.5 キロじゃん、もうその時点で。でこれをやるのにはね、この刀ボーイのさ 1.5 キロの650は無理なんだよ。持ってくれないとそうはないよ。すでにさ、あの これとハイパッドで1キロじゃん、これで2キロじゃん、でご飯で3キロ500じゃんね。でもう1キロ500ぐらいはしょえるかなって感じなわけさ。5キロぐらいならさ、片方の肩に 2.5 じゃん。それで、あのこれはさ、このこれはリュックに入んないから、そうするとこの2キロ2キロの背負ってさ、手で1キロ持ってく分にはさ、そんなに苦痛じゃないんだよ。その時に刀ボーイは割愛してさ、あれこれハルザボーイス、ハルザボーイス、これはどうしても持ってきたいんだよ。これでさ、あのね、受け口の方はさ、これであのね、すっこんすっこんやって、すっこんすっこんやってさ、でその追い口の方をこれでね切っていけば何ら問題ないと思う。で、あのオレゴンのさ22センチだっけ、くさびも2個買って。問題はさ、これね、こっちで叩かない、引っ叩かないようでねって、もう注意書きが書いてあったからさ。うん、でね、このショックレス、あのあと 10% です、はい、ショックレスハンマーがさ、やっぱり1キロはないけど1キロ近くあるからさ、ね、ほんと撮影木こりが1キロ、テントが1キロ、ね、ご飯が1キロで3キロでしょ、でこれが 1.4 で 4.5 キロでしょ、でこれで 5.5 キロ、でも 5キロ半ぐらいならね、大きい買い物行くとき大体5キロ5キロだからさ、5キロ半でしょ。ただ問題は電車で2時間ね、で駅からバス途中までね、ひなびたそこだからさ、なんか団地があるんだよね、そこまでバスが出てんだ。でそっからぐるーっと今度さ、あのね、駅まで行くじゃん、でバス乗るじゃん、でそっから街道へ出てぐるーっと行って、ぐるーっと行って、そっからまた歩いて2時間全部でね、だから5時間かかるわけよ。5キロを4キロを背負って1キロを持って5時間。ほんとさ、ほいで、あのほら、まだあの困るのもさ、相変わらずマスクしてるお利口さんがいっぱいいるじゃんねえ。ほんとさ、土日に電車乗ってくとさ、ね、蹴り込まれたり殴られたり、髪の毛引っ張られてぐるぐるやられてさ、蹴り込まれたりしたりすることもあるじゃない。なんか盲信してる人いるでしょねえ。
このさ、もう4年目じゃん。横浜港にギッチラコンが来てさ、もう4年目だから。あなたこの4年でさ、この困るなの死者、何万人ぐらい見ました？生き倒れは何千万人ぐらい見ました？ゼロ？まさかゼロじゃないよね。死に、前回も言ったけどさ、若い兄ちゃん、背の180ぐらい。俺がマスクしないで OK で、レジの方に並ぼうとしたらさ、そのレジに並んでる、レジがあってこう並んでたんだ。で、俺レジの、そのレスの後ろ行こうと思って、その防毒マスクの兄ちゃんの前撮ったら、こいつ、ピョーンって5メートルすっ飛んでさ、目がもうさ、4拍な。俺はしばらくに睨んで他のレース行ったよ。お鼻とお口とこの三つさ、吸引の防毒マスクあんじゃん。あれかぶってコロナが大騒ぎしてた時。あの兄ちゃん今何やってんかね。困るよね。死んじゃったかね。バカ。ほんとバカだよ。テレビで言ってました。だからどうしたのって言えばいいんだよ。とっくりのセーター着るよ。なんで？俺グリマーが好きだもん。とっくりのセーターなんて着ねえよバカ。何言ってんだこの野郎って言えばいいんだよ。ここ日本だから。誰かの言いなりになんなきゃなんないっていう法律ないから。ないよ日本の法律でさ。困るなが流行りました、日本人全員マスクしましょうねって法律なかったから。その意味わかる？是が非でも必要だったら法律で現在困るなが流行ってますからマスクをしましょうねっていう法律が通るから。それ法律なかったってことはそもそも4類だから。5人で走ってビリから2番目だから。もう一遍聞きますよ。この3年間、4年目になりますけど、困るなの死者、何人見ました？駅前のコロッケ屋さんに買い物行くまでに、駅前に行くまでに、駅前で、何人行き倒れ見ました？困るなの。パッタンパッタン。わあ、怖いよ。防毒マスクするほどおっかない。パッタンパッタン。何人見ました？ゼロ？じゃあそういうことで44分24秒。うん。誰が粛清してんだろうね。え？誰が粛清してんだろうね。日本の国歌を歌うと都合悪い奴が粛清してると思うよ、俺は。山本歌っちゃうかね。君がよ、わ、千代に、八千代に、さざれ、石の岩音なりて、苔の、むすまで。在日朝鮮人の皆さんも日本に滞在中はさ、日本の国旗ぐらい歌っても罰当たりませんよ。旭日旗の旗でも掲げたら。誰もが好んだ争い事は46分40秒。